はい、どうも、こんにちは。たてです。いや、先日のガチャ動画、夏のヒーローセレクション編から引き続き撮らせてもらってます。いやー、お財布に優しくない日々が続きますね。はい。現状8万円失ってます。パチンコでめちゃくちゃ買ったのに。まあ、だから余裕じゃんと言いたいところですが、今月の給料手取り17万なんで、だいぶきついです。はい。ということで、今回はですね、このグレードアップスカウト、野手と先発、引いていきたいと思います。でなんでこれ引かなきゃいけないかって言って、まあ、楽天純正の最強決定戦目指してるんですけど、私これ見てください。まあ、竹中さん全同地下のこれマジで取んなきゃいけないやつ。しかも俺ここ1、2年そこまで真面目にプロスピやってなかったから、まあ、課金はしてたんだけど、竹中の A がまず足りません。2体そこがまず絶望ポイントなんだけど、まあ、それはいいとして、まず当たんけ話なんで、と竹郎さん、これも、まあ、ミート1個あげればいいだけっていう優しいあれなんだけど、まあ、これも必須と。岡島さんは極みで持ってるんで、なんとか継承、 A も2体いるんでなんとかなるんですけど、まあ、これも当てなきゃいけないと。なかなか絶望ポイント、この2体がセレクションと一緒に来たことによって、俺が藤川を失ってまでも田中将大取ったんで、本当は藤川欲しかったけど、大した金がないのに5枚失ったから藤川を犠牲に取るしかなかった。このガチャのせいで、このガチャがなければ俺は突っ張ってた。そんでもって何がめんどくさいかっつって、最強決定戦開催9月18なの。ということはシリーズ9月1日から始まりますよね。1日にまず1個追加で、1週間後8日に1人追加で、15日にもう1体追加で、18日に開催で、22日かな、期間中にもう1体追加されるんだよ。開催期間中に1体追加で、まあ、4体まずこっから取んなきゃいけないの。 TS6 弾も来るか分かんないから5体かもしんねえけど、この5体にとりあえず俺の今持ってる財産を全て突き込むくらいの勢いでいかなきゃ、マジで最強決定戦は取れないんで、まあここはまず勝負っすね。だいぶきついけどね、金銭的に。本当にパチンコ勝てなきゃ終わってた、真面目に。まあ、そのパチンコの金で今グレードアップスカートやるんだけど、いやーきついな。まずこのエスラック新選手で 50% 引いて自信もで、さらにもう 50% 引かなきゃいけないから、マジできついこれ。本当にとりあえずやっていくしかないんですけど、とりあえず滝、まあ、どっちか当たればいい、どっちか当たればいいわ本当。とりあえずセレクションで5万これに3万使ってくから、とりあえず8万飛んでるの今。今日8月18日8万飛んでます。とりあえず行きます。もう絶望だけどね。とりあえずすっ飛ばしていきますわ。え、エランクだ。ワンチャンない、ワンチャンなかった、全然なかったっす。せめて竹中来てみる。あー見当たらねえ。まあノリさん多すぎ。さあこっからグレード5 A ランクのチームが来ますね。ちょ、ここで竹中さんの突4位をまず2体ほど当てておきたいね。まあ、S が出れば 一番いいんだけどね。一応ここでも S 出るあれになってるはずなんで。来なかったね。来い。マー君多すぎ。まあいいんだけどさ、10体ぐらい取ってるよ俺今。マー君今季そういう人よくいるよね、 A ランクがやけに当たるやつ。さあチーム2人、ここでまずさっきも言ったけど滝中来てくれ。来い。あーもう一匹、あハルキだ、嬉しい。さてグレード7まで来ました。ここでまず滝中さんか岡島をぶち当てる。ほんとこれ苦手なんだよな、このガチャ。行くわ。とりあえず来てくれ。自治名室が受ければ勝ち確か。お願い、マジでお願い。いや、勝ち確とは限んねえの。来い。あかん。やばい。これマジやかん。やばい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 。お願い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 。自治名、自治名。あー、やばいやばい。あーこれマジないっす。これ途中にさ、ね、あの楽天のさ選手来たらさ
これ積みだよね。はい、まずは1本。いや、これ神だね。来い、へい、タッキー、タッキーナイス、タッキー。いや、1個取れたんでかいっす。あと2回いけるから、岡島さん、いや、これちょっとまだきついよ。 50% のうちもう片方取らなきゃいけないから。前回これでミスって俺あの4万くらい飛んでっから、本当にそれでパチンコしばらくいけなかったから。いや、ここでワンパンできたら俺神よ。田中将大5万消失も許す。このみただな、滝中の絵が足りなすぎるな。称号運が今最高潮とはいえなかなかきついっすよ。せめて請求9位同調当てたいところなんだよな。いや、まず TS6 段が来る可能性を考えると無理もできないんだよ。それがネックマジで。おワンチャンないかな。ワンチャンなかった。ほい、お、たっちゃんありがたい。いや、てかさ、シリーズ2のさ追加がさ最強決定戦中に来るってことはさ、称号がうまいこと決まってる通常 S の選手がさ無駄になるっていうのがマジでシリーズ1の最強決定戦の嫌なとこなんだよな、マジで。シリーズ1ガチの初めてなんだけどさ、シリーズ2は一回いいとこまで行ったから、まあ、ベスト5なんですけど、いいとこどころの話じゃねえよ。クソいいとこまで行ってた。たっちゃん、コブちゃん、あと楽天はな、かなり選手の入れ替わりが激しくて、おそらくだけど今の通常 S 島内、西口、西川、阿部あたり多分出ないんだよね、シリーズ2でワンチャン。査定がね、多分査定がっていうか一軍全然出てねえから。あーあー、マジか。ちょっとパシャパシャ来ちゃった。おい、頼む頼む。え、新選手じゃねえ。でも俺持ってない選手が、あの新選手以外に竹中じゃん、岸、茂木、鈴木、空なんで、ここら辺マジリアタイでもあれだから欲しいところ。ナイスナイスマジナイス。いや、新選手騎士マジでかい。 A ランク15体報われる、これ本当に。銀さん来た。あ、もぎもぎ OK。 いや、でっけえこれ、マジでっけえこれ、クソでっけえこれ、マジクソでかい。正直あの岡島竹中より嬉しい。やったー、クソでかい、やばい。田中将大の怨念が、怨念がここに来てる本当に。いや、さあ、そしてグレード7、ここで岡島さん当てて退散したところだね。こういう時に限って竹中ダブっから、マジで。いや、でけえ今の騎士、でけえマジで。行くわ、まずここでカメラパシャパシャしたいところ。 OKOK、 まあいいや、来い。あー、やばい、パシャパシャ、カメラ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 パシャパシャ。おい、ダメじゃねえぞコナミ、これ。おい、でも今みたいにキスパターンがある。いや、信じろ、岡島絶対当てる、マジで。よしよしよし、ここでまず 2V 値確定、取ってる、 2V 値取ってる、振り分けの 20V 値取ってる。で、そっから 25%、 そっから 50% 引かないいかないから 25% か、え、これ計算合ってる、ちょっとよく分かんなくなってきた。ここでまず新選手の S 滝中岡島確定、ここで岡島を引けば OK。 来てください、岡島引いたらマジで俺最強。おい、ダメじゃねえぞ、俺、俺をダメるなよコナミ。俺が運だけで勝ってきた男の力や。いや、運だけなんか分からんけど、いや、クソでけえ勝ちで、ほんとに今 iPad つばまみれ。いや、でっけえマジで、これ2万で済んだ。田中将大に感謝かな、これ本当に。俺朝
朝じゃないけど、さっき起きた時ポケモンスリープ開いたらいきなりマンキーの色違いが来て、うわ今日絶対爆死するわと思ってたけど、ありがとうございます。色違いのマンキーと田中将大に感謝。ということで今回の動画終わります。最高の結果でした。それではバイバイ。